8時みたいな。山頂も東とってとこに来たんだ。これを右へずっと一応山頂見に行きます。一応、こんなビルがあります。あそこまで行きます。このとこに幼稚園が、まっすぐ行くと多分朝日町の交差点です。3丁目の交差点です。これ先一個どうかちょっと迷います。3丁目を、左へ、これがまだガイドですかね。桜も満開です。最長の、山頂が曲がってずっとまっすぐです。レストランカラオケなんかもあるたまえ神社ですね。わかんないけど、まっすぐ行きます。ちょっと曲がりました。ちょっと違った道でまっすぐ行ってます。川に沿っていこうと思いますけど無理かもしれない。川に沿っていこうと思いましたけど無理でした。こっちは行けるけどこっちは行けない。多分あっちだろう。最長保育園っていうところに来ました。そこの、角からずっと来てここまで最長保育園。サゴの大きな木が一つ、こっちが保育園です。英語はこういうのないです。そこから入ったところです。牛房っていうバス停から入ったところ。牛房っていうバス停です。これこうずっと入ったところ小林さんの、手書きの。あ、そうですね。すみません。昨日は、はい。小林さんまだなんですよ。え？しょうがないの。小林さんまだ。どかたしいか。どこに行きますか。こっちあるでしょ。こっち開けたら、とりあえずここに信仰置いといて、で、あの向こうにね、あのコンクリート用の木のパレットがあるんですよ。あれをいくつか持ってきて。来てくるか、来てこないか。数で着きました。すごいよ。いいや、痩せ我慢。寒いぐらいが、ありがとう。いやいや。
ぱり焼き芋はやっぱここだな。誰も近づかないよね。お風呂屋さんです。すごいな。入れちゃダメ。でも入れないと焼き芋できないじゃん。早いとさ、少しずつなのに、まあお気に立てりゃいいんだけど。酸味より多い感じだね。丸い分、格納量に対して入る量が多いのかな。でも、本当の大きさでしょ。なんか大きさがちょうど、なんか小さいっていうか、そうね、うん、あんまりでかすぎるから、火に入る。2枚食べたら、もうちょっといいぐらい。新聞紙の上に木を持って木つけるんですねって言ったら、これにいろいろ流派がありましてとかって言います。その時は一人だった。彼女と来てた時なんかスペインからの留学生というふうにあの嘘をでっち上げて。なんか違うよ。なんだっけ。なんででっち上げる人。在日ポルトガル人ですか。ホセですとかなんか。だからなんか子供たちがみんな死んでて。ホセマリア。そうなんだ。やっちゃったか。スペイン語とポルトガル語比べる。いや、俺もポルトガル。Ozamasu no anoshirame.